NHK の皆さん、こんにちは。ノーチューバーの林です。 NHK では日本を良くする動画をお求めと聞きまして、林さんちの動画を紹介します。食育は日本農業を救う、そういう考えのもと、私が作った食育そして米作り体験動画の数々をご覧ください。イエーイ。おはようございます。この水はどこから来たか知ってる？川の上は世界中に水道じゃない、世界中にある、あれ白山なんていうの？違う、それ言わないとできないよ。なんて山？わかった、田植えの時の宿題にします。扇ヶ丘幼稚園の白柿です。なんと靴下を履いてます。白柿頑張ってます。今から枠回しの見本を見せるから、はい、これ2人でやって、こっちとこっちで大体均等に、はい、まあ俺1人でやるけど、ちょっと短い衣装で田んぼ固めにしたりとか、いろんな事情があって、いろんな事情があって、分かります。動画撮ってますからよろしくね。おはようございます。さて今日は何の日かな？田植えで、この前林さん白柿の時に宿題出したよね。この水はどこから来てますか？ああよかった、エベレストとか富士山とか富山でも稜線でもないんだよ。田植えの呪文を覚えてますか？はい。で1本目は鳥さんの分、2本目は富士山の分、3本目がみんなの分。そう、みんなの分です。あんまり小さくない方がいい。それ小さい、それ幼稚園サイズ。これで、線の交差するところに全部植えていく。扶養小学校160人で植えてます。えらいことになってます。皆さん、お祈りの声を始めます。幼少の田植え終わりました。処理するのは本物の野菜と偽物の野菜、そしてこれは実は牛さんの餌です。そして牛肉のダミーを用意しております。おはようございます。おはようございます。林さんのかぶってるこれ何？お餅。これ、こういうの何つく知ってる？カラミ餅。そう、うんちじゃない。そうだから、じゃあさ、空中で育つお野菜と地面の中で育つお野菜に分けてください。これから暑くなったら空中のお野菜をたくさん食べてください。はい、ね、そしてこれから寒くなったら地面の中のお野菜をたくさん食べてください。分かった？はい、ね、じゃあこれは、はい、これは一体何でしょうか？で、お友達みんなに見て、あの食べ、はい、これは一体何でしょう？麦とマグロ牡蠣。麦とマグロ牡蠣が入っているけど、これを何に使うのか？胴体より小さい。猫よりでかい。キリより小さい。ネズミより大きい。はい、動物園にはいません。はい、
始めまーす。先頭通過の人はい、稲刈り終わりました。イエーイ。稲刈りするときはお父さんお母さんが稲の株の下を持ってください。で、子供たちは上を持たして切ってください。3本で1束、1本2本、3本で1束。あ、サンタさんは6、サンタさんは6です。バッテンにしてください。バッテンにしてこう置いておきます、ね、子供たちもお父さんが稲刈り楽しくて仕方ないんで、稲刈り使ったらわーっと取ったりこうするともうバランバランになってしまう。こうすると縛れません。みんながこのトラックに運ぶのがお仕事です。赤ちゃんで運んでください。わかる？赤ちゃん抱っこ。なんでかわかるかな？お母さん小指下ですよ。お母さん小指下ですよ。ありがとうございました。はい、どういたしまして。ございます。お母さんがこの辺前を持ちます。子供たち後ろに握ってて、ね、わさ、はい、あら不思議。この機械でこれを入れるとそこから出てきます。パワーパワーパワー。終わりました。どうでしたか？楽しかった？いい
く前にこうお米粒がないとあのいいのにお餅にならないからこうやってこうずつずつ潰します。ご飯まだ粒よいしょ、はい、ちょっと交代してくれるかな。大丈夫、手しか映っとらんから。よかった。いや、映してほしい方は言ってください。今日の YouTube に見せます。はい、世界一おいしいお餅です。試食よいしょ。はい、じゃあいただきます。はい、いかがでしたか。小さい子どもたちにぴったりの動画ばかりだったと思います。ぜひ採用よろしくお願いします。